エモンソロジャマ切ないです。エゼラです。今日は電気ネズミシリーズの最弱決定戦ということでやっていきたいと思います。御三家の電気ネズミ版ということ、各シリーズに 1,2 体電気ネズミみたいな見た目のポケモンが、いたりするんだけど、そのポケモンの最弱を今回決めてやろうっていうことで、まず電気ネズミ一覧みたいなのを探してみたんだけど、2020年の1月1日にポケセンでグッズが発売されてるらしくて、このグッズに載ってる電気ネズミがモルペコ、ピカチュウ、ピチュウ、プラスル、マイナン、エモンガ、パチリス、デデンネ、トゲデマル、ライチュウ、ミミッキュ。なるほど。この11体、この中から誰が一番弱いのか。いや、ちょっと待って、それもう決まってない？どうする？もう先に言っちゃうけど、ピチュウ抜こうよ。早速議論から入ると、ピチューでランクマ上位にいる人いない？ TN ひらがなシールドっていう人だよね。確かに何回か当たったことあるわ。俺も当たったことある。でも出されたことある人いないでしょ多分。出された記憶はないけど、あれ技とかちゃんとされてるのかな、それも分かんないし。多分ポケモンホームで調べたら出るんじゃね。ピチュー使ってる人その人しかいないよね多分。シールドさんしかいないんじゃないかな。でも実績ありだよ、2桁とかで当たること結構あったし、なんか実質5匹でも勝ってるってのはすごいんだけど、それピチューの強さではなくないか。まあでもさすがにピチューかわいそうだから1匹だけね、このベイビーポケモンで。ピチューはもうすまんけど抜くか。さすがに勝負にならないので。誰がどう考えてもピチューでしょ、終わりで動画終わっちゃうからね。まあせめてピカチュウに進化させてあげよう。うん、だからまあピチューを除く10体この中から最弱を決めると。で、まあ、まずもう多分だけど、まあ、明らかに弱いポケモンがもうすでに決まってるような気がするんだけど、とりあえず意見が合ってるか合致させておく。一番弱いポケモンが合ってるか合ってないか、この中でマジで合うかな。待って、これルールどうする？前の御三家みたいに何でもありにする？ダブルとか。ダブルだと某リスは最強だけど、ある意味そこも決めとかないと結構あやふやになっちゃうから。確かに、まあ、歴代何の実績もないやつってことだったらちょっとあれかも。シングルで言うとパチリス最弱説あることない？まああるね、それはあると思うけど、ダブルだと最強とは言わないけど、まあ普通に実績ありだし、この中だと3番手ぐらい。そうか、そうなるとまずパチリスは抜けるか。あ、逆に世界優勝したのパチリスとライチュウだけじゃね。そうだね、世界大会で優勝公式に入ってたのはライチュウは2016で、パチリスは2014かな。あれは 4?5? どっちだっけ。カロスダブル4だよね。5はビエラさんのはずだから、まあ実績込みというところで言ったらパチリスとライチュウ抜くか。そうだね、じゃあそこは抜こう。シングル専門チャンネルだけど、さすがにここはダブルの優勝構築に入ってるようなポケモン強いということで。なるほど、真っ先に抜けると。っていうか俺パチリス最弱の体で持ってきたんだけど。パチリスじゃないよ、パチリス最強だよ。まあ確かに、お盆の実食ってこの指してる絵みたいなのツイッターでよく流れてきたよ当時。マンダーガブバンギーパチリスと並んでるやつね。そうただ、まあ、パチリスは、まあ、強いと。そうなると、もうそうなるとっていうかさ、とりあえずミミッキュ抜こうよ。まあミミッキュはまあ電気ネズミなのかな。君は10万ボルトとか電磁あるけど、まあ電気じゃないから、まあでも一応なんだろう、まあ、電気ネズミ枠みたいなとこではあるからね。まあ実質ピカチュウ枠だから、グッズに載ってたり載ってなかったりするけど、この一番上に出てきたグッズの画像には載ってたから一応入れたけど、ミッキーはもうむしろ最強。むしろもうパチリスライチュウでダブルがどうのこうのじゃなくて、もうとりあえずシングルで最強なんだから、まあ、とりあえず抜けると。ただあと7匹か。でも冷静に考えて、冷静にだよ、この中最弱マイナンじゃね普通に。え本当に。じゃあ何が最弱なのさ。じゃあとりあえず、いや強いと思ってるものから順番にいってくじゃん。この中でトゲデマル。トゲデマル、自分はエモンガだと思ってるんだけど。なるほど、エモンガは、まあ、素早さ103でガブリアスより速いからね。まあそれは5000円の時は、まあ、氷のジュエル目覚氷でガブ倒したりっていうので、まあ使った人いたけど、エモンガさ受けループにめっちゃ強いよ。挑発羽休め電気技草技みたいなので、まあ、バンギラス以外の受けループ全部倒せるよ。ソードシールドでも羽休めできるっていうのは強みだよね。そうだね、あれってかエモンガ入りいなかったっけ8世代で。なんか受けループの構築記事を見た時に途中まで入ってたけど抜けましたみたいな。そうだよね、なんかそんな感じの構築記事も見たような記憶あるから、エモンガも強いと思うんだけど、こん中なら明らかに弱くはない、使い道はギリあると言っていいのかこいつ。まああるんじゃない。それで言うとさ、直近の公式大会スパイクチャレンジあったじゃん。なんか自分は全然考察してなかったんだけど、なんかエモンガ考えてる人
いたね。結構は見てないわ。ちょっと見たね、モンが考えてる人。サンダーに強い、ウーラオスに強いみたいな。サンダーにも、ウーラオスにもまあそこそこ強くて、受けループに強いっていうので、まあ、なんか割といけてんじゃないか説みたいなの。なるほど。考えてる人も、実際上位にいたかはちょっとわからないけど、だいぶ強い寄りではあるんじゃないかな。実質サンダーみたいなとこあるしな。実質すぎるな。なんか 0.6 サンダーぐらいだけど。もっと弱いかも。まあ、エモンが抜いとく？うん。残り6体。さっき、せつなやさんがちょろっと言ったトゲデマルは。トゲデマルはまあ。まあ、もう頑丈の時点で強いみたいな話もあるけど。うん、いたらうざくない？まあ、うざいね。ちょっと、まあ、うざーくはないけど。あと、レベル1シングルってのがサンムーンで、ウルトラサンムーンのシーズン15とか16ぐらいであったんだけど、はいはいはい、レベル1で頑丈だと、オレンのミカ、キーノビジュース持つだけで、HP 全開するんだよね。だから頑丈で最低2回動けるっていう。で、めちゃくちゃ強かったような気がするんだよね。なるほどね。まあ、強いルールがちゃんとあると。強口低いんだけど、レベル1だと差がさほど出ないから。うんうん。それも関係なくて、頑丈っていうだけで強かった。まあ、明らかに特性、この中で、まあ、バキの側はちょっと、なしとして。他と比べたら、まあ、強いような感じはあるよね。ダブルでも少し使われているのでは？あれ、なんだっけ？なんか並びあった気がするんだけど、ちょっと忘れたな。トゲデマルの並び、ダブルのなんかあったような気がするんだけど、気がするだけかもしれん。まあ強いでしょう、トゲデマルは。あと、一応、8世代になってから考えたのは、S96 だから、スカーフアイアンヘッドで、スカーフヒダルマ倒そうみたいなので、ちょっと考えたりもしたね。まあ実際には使わなかったけど。96っていうのが、まあ、でかかったり、あと1欲しかったり、2欲しかったり、3欲しかったり、4欲しかったりするけど。まあ、ここら辺はしょうがない。ミミッキとは同速。それ込みでもまあ、いけてるんじゃない？エモンガと同等ぐらいにはいけてると思うけど。じゃあ、とりあえずトゲゼマルも無事抜けということで。最弱ではない。残ってるのが、デデンネプラスルマイナン、ピカチュウモルペコ。モルペコって、最終2桁いなかったっけ？そうだよ、モルペコ、シーズン3、最終47位だね。強いね。もう強くないか。ポケットファンクションで調べたら記事は2件しかなかった。2件もあるっていうことか。いや、2件もシングルで2件ってことでしょ。公式大会で1件だから、まあ全部で3件。それはもう強いと言っていいのでは。明らかにもう結果残してる時点で強いし、まあそれで言うとオーラ車って技異常じゃない。ニトロチャージの威力何倍だ。110か。110だから。110だから2倍。まあ約2倍。ちょっと使い方難しいだろうけどね、オーラ車。でも一応技としての性能はもうちょっと異次元のレベルの技だから、まあ、その代わりにでいいのかな。まあ特性が、まあ実質死んでるけど、特性良かったり良くなかったりすることがいっぱい起きるけど、まあまあまあ、性能として最低限の強さはあるよね。正味、この辺、なんかどんぐりの性比べというか、モルペコ、ピカチュウ、プラスルマイナンデデンネ。モルペコは抜けてる気するけどな、抜けてない。こいつ多分ドラゴンアローでワンパンでしょ。でもみんな一緒か。デデンネが。ドラゴンアローなんてみんな死んじゃう。プラスルもマイナも余裕で死ぬか。ミミッキュが1億回耐えるけど。デデンネも1億回耐えるよ。デデンネもまあ無限回耐える。まあ、モルペコは専用特性、専用技いいけど、うん、どうなんだ。そんな、これは強みなのか弱みなのかよくわかんない。でも実績ある時点でもう強いような気もしちゃうんだけど、最終逃げたなかなか難しくないか。まあこの中のメンツで取るのはミミッキュとかは置いといて、それで言うとプラスルマイナンは今8世代にいないから、まあそこ2桁取るっていうこともできないからフェアじゃないっていう話もあるけど、まあ、歴代だからね。プラスルマイナン何か歴代で活躍したことあるか。プラスルはなんかバトレボで悪巧み雷をしている某動画しか見たことないけど、まあ、モルペコはまあ持続値的に考えても、まあ、他の残ってるやつよりは強いか。そうだと思う。うん、じゃあモルペコは抜けで、残ってるのがピカチュウプラスルマイナンデデンネ。今種族値っていう話したからさ、種族値なんだけど、まあ当然ピカチュウぶっちぎりで一番下だよね。専用アイテムの電気玉があるから。そうなんだよね。それ込みで種族値同等ちょっと上ぐらいかな。ピカチュウいくつだっけ。300ちょっととかだよね。320だけど電気玉持つと、まあ、実質種族値 A162 C152 で529族になるらしいよ。AC あ、え？すごいね、ピカチュウ。いや、でもあれか、無補正 AC 振り過程って書いてるから、もうちょっと、だいぶ低くなる。もうちょっと落ちるかな。さすがに S 振らないといけないから、ピカチュウは。まあでもまあ、どちらかに特化するんであれば、これぐらいまで伸びると。まあじゃあ、種族値は、まあ同じぐらいか。まあ、デデンネの方がプラマイよりか高いよね。てか、プラマイ低くなかったっけ？高い。プラマイ高いイメージはない。プラマイ400。405だね。さすがに、モルペコじゃない。デデンネの方が高いな。デデンネ400。もうちょっと上あるよね。デデンネは431。431。デデンネ調べたんだけど、8世代の公式大会、鎧ビギニングで最終5位を取っているらしい。それは、強いね。それはもう実績だね。
最終3桁ぐらいだったらランクマでもちらほらいるらしい。それもデデンで強くないか。101ってね、 S で。それで言うとエモンガと一緒でサンダーにそこそこ強くてウーラオスにもそこそこ強いぞまあまあまあ確かにね。ねすべて回復技がないのはちょっと痛いけど、大袋とかしかないから。リサイクルなくなったんだよねこいつ。ちょっともったいないね。実績ありっていうところからいくとこいつも抜けるのか。そうなるとまあなんかでしょうねみたいな3体が残ったな。ピカチュウプラスルマイナーシングルのみだったらファチルスが余裕で入ってくるんだろうけど、今回この3体残って、とりあえずプラスルとマイナーが、まあ、どこが違うのか多分知ってる人そんなにないからABCD が逆なのか。だから実質取得値的にはマイナンの方が高いんだよね。だからまあ A が使わないだろうから、プラスルの方が攻撃性能が高くてマイナンの方が耐久性能が高いと。とりあえず夢特性が飛来神と蓄電で違うんだよ。それはどっちでもよくないか。一応飛来神の方がバトンタッチで C を受け継ぐことができるのが強いのかな。そこは一応プラスルがプラスの部分だよね。もうこいつ BW の時夢特性なかったよね。あれいつからだこいつの夢特性。 XY から追加されたんだよ。レンドサファリでプラスルマイナン出てきたっけ。ちょっと記憶にないけど、マイナンはすり替えができる、プラスルはギフトパスができる。それだ、さすがに思い出すことできなかった。マイナンは嘘泣きができて、プラスルは甘えるができる。ああそれはよくわかんなかったわそうだすり替えだ。マイナンは切り札ができて、うん、プラスルはとっておきができる。どうでもいい技マシンは一緒かな。で遺伝技も一緒、うん、レベル技がちょっと違うだけかな。すり替えができるっていうのはマイナン強かったりするのか、シングルにおいて。まあそう、そのそうだそう、すり替えがあるのが違うのか。まあ今このお互いのそれぞれ覚える技の3つの中でぶっちぎりですり替えが強いよね。だからすり替えを覚えるだけで1抜けするかどうかと言われたらそうではないまあしないけど、なんかもうこのプラスでマイナーどっちが上かっていうのを決めないと始まらない気がするから。いやでも普通に考えてピカチュウこの中だったら一番強くないか。攻撃範囲的にも波乗り覚えるんだこいつ。まあ橋台になって波乗りが普通に覚えるようになって、波乗りピカチュウ限定じゃなくなったりで、巨大万雷ね、巨大マックス技絶対麻痺まあ必殺のピカチュウとか、まあ、7世代も Z 技結構あったね。ピカチュウ当たり前だけどアホほど優遇されてるからね。丸だくみもプラスルもピカチュウも詰める範囲変わんないでしょここまで来たらまあそれはなんだろう、相手がめちゃくちゃ強かったらそうだと思うけど、耐久あんま変わらんけど、どうせ受けループとかそういうのにしか出さないでしょ。ピカチュウは受け崩し結構できるよね、それで言うと範囲的にも。でもプラマイは受け崩ししないだろ。するのかな。逆に受け崩しできないかこいつは。多分できなさを。じゃあ何ができるんだって話を。あってなってる時点でピカチュウの方が上か。そういう話はまあまあありそうだけど、普通に電気玉持ってるだけでまあまあ強い。あとなんかサトシパみたいなのをさ組もうとした時にさ、ピカチュウって多分受け崩しの型で採用して受けループに出すんだと思うんだけど、そこの枠がプラスルマイナーになった時、プラスルマイナーって役割何って言われたら何一つ思い浮かばないよね。あとウルトラサンムーンの時に公式大会でピカチュウとイーブしか使えない公式大会あったよねいやそう、いやそれはちょっと頭浮かんでたけど、ちょっとそれでピカチュウ強いっていうのずるいから黙ってたんだけどでも2分の1やん。でもあれ結局ピカチュウが強いのではなかったっけ。え、そうなの。わかんない、俺はやってないから知らないんだけど九州の飛行機だか新幹線だか忘れたけどの限定配布の新速ピカチュウってのがいて、なんかそれ使うとそのピカ V ルールでピカチュウめっちゃ強いみたいなのはなんかあったような気がする。それ戦ってられてイーブイだけだけどな。そんなこと言ったらね、ピカ V 公式大会じゃなくてプラマイ公式大会やったらもうその時点でプラスとマイナー強くなっちゃうからね。でもどっちが強いかって言われたらもう本当にじゃんけんぽいになりそうこの場合は確かにピカブイと違って明らかに技の選択肢が少ないよね。ガチ対戦においてピカチュウが役割があるっていうだけで、まあ、ピカチュウを評価するべきなのかな。だってマイナンですり替えするぐらいだったらライボルトですり替えするでしょすごいこと言うやん。もうそれ言っちゃったらもうそれ言っちゃったらおしまいよ。もうそういう話でしょ。そういう話だね。すごい甘い世界じゃないからねそれで言うとライボルト夢特性確かマイナスだからおっとそこでもマイナーより勝ってる、圧倒的に勝ってるっていうことが証明されてしまっている。ピカチュウは抜いとくか。抜けた。プラマイだ。プラマイ頂上決戦。頂上決戦。マイナーはライボルトの特殊耐久以外は劣化でしょ。うん。で技は草結びとオーバーヒートの違いぐらいなので。そうかな。あライボルトってバトンダッチ覚えないよね。さすがにバトンダッチ覚えないから、まあそこが差なんじゃないか。やっぱり悪だくみバトンダッチが。でも明らかにマイナーよりライボルトの方が強そうだぞ、持続値的にも。多分プラスルも
プラスマイナスコンボしたいんだったらライボルトと組みたいって言うと思う。プラマイってあれだよ、あの今どっちでもいいんだよ。あ、そうなの。だからマイナスとマイナスがいても 1.5 倍だよ。なんかよくわかんなくねそれ。いや、いつだっけね、なんか何世代かのタイミングで変わったんだよね。プラスとマイナスが場にいる人がなくなって、マイナスとマイナスでも良くなったんだよな。だからそこはあんま関係ない。てかそれで言うとライボルトって飛来神だから、どっちかっていうとプラスの上位互換っていう説も悪くないか。マイナーは蓄電だけど。あ、そうか、これあれだ、草結びオーバーヒート炎技とかそういう以前に悪巧みがないのか、ライボルトには。あー、まあそうだね。なるほど。悪巧みバトンタッチできるポケモンって突撃数とかいるけど、電気に強い悪巧みバトンタッチできるポケモン、電気に強い悪巧みバトンタッチいない。こいつら以外。まあだったらやることはとりあえず悪巧みバトンタッチっていうのに決めるしかないんじゃないか。そうなると、エモンガって悪巧みあるっけ。ない、覚えなかった記憶あります。つまりこの2体だけ。悪巧みバトンタッチをできる中で電気に強いのはこの2体だけ。だからこの2体の中で差をつけるのか、電気耐性持ち悪巧みバトンタッチ界最強を決めないといけないのか。そうだね。それ以外プラマイにできることっていうのがないから、まあ型はそれになるとして、まあそうなるとプラスルとマイナーに比べてマイナーの方が耐久高いからバトンタッチしやすい、悪巧み積みやすいと見るか、特殊に後投げして特攻上がってそのままバトンタッチするっていう手段を取ることができるプラスルを取るかの二択になるしかないんじゃないか。他になんか重要なのないよね。すり替え使わないもんな、悪巧みバトンタッチ型で。さすがにしないかな。どっちだ。でも飛来神バトンできるっていう方が強みとしてでかいと思うけどな。耐久の高さより。耐久の高さといっても賞味あんま変わんなくないか、ここまで来ると。BD が10ずつ高いけど。普通はそんなでもないけど、防御は40から50になってるから結構耐久違うけどね。元々が低い分取得して10上がるだけで、耐久だって 1.15 倍ぐらいになってるからね。でもマイナン H 振ってても水流連打クソ痛いんじゃないか。普通に考えて。死にそうだな、入るかな、心配だ。 H 振りマイナン水流連打ワンパンだね、陽気で。かわいそう。耐久の高さだったら生かせない、どうせタスキ持つだろっていうこと。つまりタスキ持つんだったらプラスルで仕上がってっていう話の方がまああるかな。それは確かにありそう。なんかステロに後出しして蓄電でタスキ回復しますよみたいなの主張としては弱いよね。プラスルは逆に H 振りだけだと陽気ドラパルトのドラゴンアロー2発で 96% でワンパンされるらしい。あー、じゃあマイナーもそれ耐えるのか。まあギリ、意地を乱数で耐えたり。乱数で耐えて高速移動からバトンタッチできるの。でもまあそれぐらいだから、もう耐久に関して大差ない。他にタスキ持ちたかったら差出る気がまあしないこともないが、まあでもやっぱり飛来神シアップバトンタッチの方が偉いかな。それ以外で差が出ないっていうか、もうすり替えを使わない時点で差っていうのがこの種族値10ずつの差しかないと特性しかないよね。それで言うとプラスの方が C が10高いから、まあ殴るときはプラスするのがいいんだよな、当たり前だけど。となるとやっぱりバトンタッチに性能の重きを置くのであれば飛来神の方が強いのでは。じゃあプラスルを上ということにしますか。マイナン最弱なの。まあマイナン最弱、だね。ダブルだとしてもこいつら使われないでしょ、どう考えても。この指止まれないし手助けしかないし。そうだね、手助けめっちゃ打ってくるイメージあるよね、プラマイ。あの近接シティの下、ファイナシティの上のプラスルマイナンが、あれね、カラクリ屋敷の下のやつね。あ、そうそうそう、めっちゃ手助けしてくるイメージあるけど、メラルドでなんか大好きクラブのおじさんおばさんが挟み撃ちにしてくるやつ。あ、そう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 。なんなら あそこの草むらでラクライも出るしね。そうだね、まあそれ言っちゃったらもう一生マイナンプラスルライボルトの劣化になっちゃってるな。まあストーリーですら、ストーリーシングルダブル歴代全てを考えてもマイナンが最弱でいいですか。悲しいけどまあ決定。まあ逆にね、最下位だけど弱いランキング1位だからね、1位という称号をもらえたということで。実績ありだね。実質実績なしがプラスルだけになったか。まあまあ確かに、結局最弱を決めるっていう企画だから、誰かしら犠牲になるのは仕方がない。企画は今回触れてないけどシングルだけっていう目で見たら、多分パチリスでしょうだね。いやどうなんだ、それでもそれでもパチリスとマイナン比べてさ、怒りの前はあるよパチリス。いや、え、
嘘、パチリスさんが上、もしかして。シングル限定の話としてマイナンとパチリスどっちが強い？延長戦始まった。種族値は両方クソ低いよな。両方クソ低いけど一緒だけど、合計種族値は。でもあれか、パチリスは AC が両方低いのかな。攻撃しないというのであれば耐久が高いからパチリスの方が。逆にもう型はパチリス直キーとかしかないか。まあ怒りの前はほっぺスリスリ、ボルトチェンジ、なんかまあトンボ返りとかそういう型にはなるだろうけど、そっちの方が強そうじゃね、ワルダクミバトンより。ワルダクミバトンの方が強くない？そんなことない。冷静に考えてみろ、決まんないって。まあ相手の方が早かったら決まらなくて、自分の方が早いと裏が痛いから。パチリスの方が強いの？そうかもしれないな。シングルでもマイナンの方が弱いという結論が出てしまいました。でもわからない、パチリス殴る性能は明らかにマイナンの方が高いから、うん、あれだね、この2体は比べるべきではないのかもしれない。まあ方向性は違うと言いつつも、両方電気に投げるポケモンではあるからな。電気に投げた時にできる仕事量といえば、マイナンのがもしかして仕事できる？いや、それマイナンのができてんじゃない？電気に投げる、悪巧みする、相手引く、殴られる、助け耐える、バトンタッチと、裏に怒りの前歯する、殴られる、耐える、ほっぺスリスリ、どっちがいいんだそれ。ガチで言うと状況によるとしか言いようがない。うん、あれだ、お前らは似た者同士だ。最弱タイで。シングル限定最弱タイ、ダブルいろいろ含め、全部含めて最弱マイナン。それでいいでしょう。それで全部含めてって言ったけど、ストーリーの最弱は絶対パチリスだけどな。まあそうだな。殴るの弱すぎて。歴代最高実績保持者だから。まあそうだね、最強のセジュンが優勝してしまったからね、パチリスで。それがなかったらもう余裕のパチリス最下位なんだろうな。もうまだパチリスマイナンどっちが強いのって、あと30分ぐらい喋ってたんかな。あ、そうかもしれない。うん、救ってくれた俺たちを。ということで最弱はマイナンに決定いたしました。おめでとうございます。正味電気ネズミ対戦で見ることはほとんどないけどね。まあミミッキュしか見ないけど、シングルにおいては。シングルにおいてはミミッキュしか見なくて、あでもまあ見たことあるだけで言ったら全員見たことある気がするな。まあモルペコとかはもう正直8世代で両手で収まらないぐらいは当たってると思うから、まあよく見るポケモンではあるのかな、この中だと。ただしかしマイナンにマッチングした覚えは俺はないぞ。いやマイナン多分電気ネズミ統一に7世代以前で当たった時だけ、まあ、プラスルマイナンは見たかな。それはもう当たってないと言っていいのでは。はい、その通りです。こういったガチ対戦になるとこういう格差が生まれるのは悲しいけれども、そういうのもねちゃんと知っておくことが大事ですね。まあ、プラスルに当たったなんだこれ強いのかなじゃなくて、まあ、プラスに当たったこれ弱えわ。即座に判断できる力を養うのが大事だね。まあ弱えわっていうか、まあ悪だくみバトンタッチするのかなとか、そういうのはまあ覚えておけると、まあ、いつか役に立つかもしれないね。少なからずね、今回の動画を参考にしていただければ幸いでございます。はい、これからもためになる対戦動画や解説動画アップしていくので、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。